山内人参山内人参とは、秋田県横手市山内地域で、生産地とする特産品の人参である。山内人参は、横手市山内で栽培されている。品種は、在来種、札幌太市からの成長の良いもののみを選抜し、育種した。栽培方法は、一般の品種と変わらず、6月下旬には種をまき、11月か12月に、 収穫、流通する。また、雪国ならではの雪室を利用し、貯蔵したものが、正月明けから翌年の5月頃まで店頭に出回る。直径が8から10センチメートル、長さ30から50センチメートルと太くて長い。普通の人参に比べて、香りが強くて、固めの肉質で、歯応えがあり、甘みも強いのが特徴。煮物。 鍋物用や秋田県伝統の保存食である、いぶりつけなどとして流通している。昭和20年代に、横手市山内地域で広く栽培された。1950年には、山内人参採取組合が結成され、有料種子の生産、普及に取り組んでいた。しかし、生産、出荷作業に、容易な単根種が、一般的になると、 山内地域でも単根種に切り替えられ、消費者志向の変化もあって、山内人参の栽培は途絶えた。2005年、横手市山内地域局では、山内人参を復活させ、地域の特産品にするという取り組みを進めることとなり、わずかに残っていた種子を増やす。2007年になると15個、約4 0ルまで栽培を拡大した。都道府県別地方野菜大全 多機種病株式会社出版部 ISBN45 億4 0 2 156734ページ。ありがとうございます。